どうもしげしげです。本日は最新のモンスター進化情報を見ていきたいと思います。こちらの実装日が9月27日月曜日メンテナンス後からということなんですけれども、こちらのメンテナンスは14時から16時に予定されております。メンテナンスの内容としてはテクニカルダンジョンの超絶極限コロシアムの新フロア追加だったり、まあこのね進化だったり、能力調整の実装があるとのことです。では進化情報見ていきましょう。まず新たな進化が可能なモンスターとしてエンシェントドラゴンナイトですね。これが火闇の形態が追加されるのと、まあこの後見ていくんですけど水光の形態が追加されますと。まず火闇の形態なんですけれども、十字のキャラクターですね。ここ最近の火闇の十字のキャラクターでいくとスターウォーズのカイロレンとか、あと闇アルバートとか、その辺がいるのかなと思うんですけれども、まあその辺のキャラと相性がいい上に、まあこのキャラに関してはスキルがギミック対応力が高くて、2ターンで操作時間と回復力 1.5 倍、これがまあ普通の攻略パの中でも活躍できるかなという性能にはなっております。スキブも4あるしね。であとはその2ターンのスキルの中でヒドロップ変換がついてるんですけど、これが、変換元っていうのがお邪魔毒爆弾なんですよね。で、まあ、お邪魔毒を、まあ、供給する方法でいくと、お邪魔ドロップの加護とか、毒ドロップの加護とかあるので、まあ、その辺を積んであげる、あえて積んであげる編成を組めば、まあ、2ターンでね、変換もできて、指も伸ばせて、回復力も取り返せてみたいな、そんな感じで使うことができるので、まあ、だいぶ優秀かなと思います。超覚醒に関しては、コンボ強化もしくは十字もしくは、お邪魔の完全耐性と。まあ、これも選択肢が優秀ですね。で武器に関してなんですけれども、まあ、スキブ封印武器となっております。まあ、泥鏡もあるんですけど、まあ、スキブ封印でいくと、まあ、陸で泥鏡がついていて陸の上位互換のようにも思えるんですけど、まあ、スキルターンがねいかんせん短いというところで、あんまりいいかなと個人的には思っております。まあ、泥鏡が詰めるっていうところではね出番はあるかもしれませんけども、まあ、本体の方が面白い性能かなと思っております。で水光の方なんですけれども、こちらに関しては、水コンボ強化光コンボ強化が詰めるっていうね、まあ、これもここ最近でいくと、まあ、究極のルークスカイウォーカーとか、あと水着トールとか、あの辺がね二色たこ焼き、まあ、コンボ強化を詰めるっていう特徴があって、まあ、その辺と相性いいのかなと思うんですけれども、まあ、このキャラもスキルの内容的には火闇と一緒でお邪魔毒爆弾を水に変化で1ターンの間操作時間と回復力が 1.5 倍っていうのが2ターンで打てるので、まあそれこそね水を安定供給というかしたいのであれば、まあ、お邪魔目覚めの加護、毒目覚めの加護とかそのあたりが使えるんじゃないかなと思っております。ただ、無効貫通ができないキャラなので、まあ、そこだけちょっと気になるかなっていうのは、火闇も同じくですねちょっと言い忘れてたんですけど、まあ、そこだけ他のキャラで補ってあげる必要あるかなと思うんですけど、まあ、このね属性コンボ強化の他に超覚醒で超コンボ強化2個持ちにもなれるので、まあ、火力枠で水ドロップ供給枠でギミック対応もできる、全然優秀かなと思います。で武器に関してはこちらはまあ作る価値があるかなと思っていて、水の泥鏡2つに回復キラー攻撃キラー、まあ、ダブルキラーですね積むことができるようになっております。まあ、こちらもスキルたまりやすいっていうところはあるんですけど、まあ、ダブルキラー、泥鏡も積める優秀だと思います。はい、続きましてソフィーなんですけれども、水の進化先と木の進化先が追加となりました。既存のキャラでね火、光、闇はいたと思うんですけれども、今回新たに水と木の形態が登場です。水の方に関しては種属性副属性水でありながら超コンボ強化コンボ強化で4種キラーを持ちながら、5ターンスキルでギミック対策、まあ、操作時間と回復力2倍に加えて覚醒無効全回復、これはめちゃくちゃ優秀だと思います。同時にリーダースキルで76にできるので、まあ、このキャラスタートで、まあ、リーダーチェーンで他のキャラに代わって水のコンボパとかで、ね、このスキルでやれることがめちゃくちゃ多いので大当たりの部類ですね、やっぱりソフィーっていうキャラクターが。で超覚醒を見ても、まあ、コンボ強化持てるんですよね、まあ、無効貫通はできないもののっていう感じじゃないですか。まあ、他に現実的なところで言うと L 字とかがどうしても詰めないのであればこのキャラの聴覚性に設定してあげればいいと思います。で木の方なんですけれども、はい、こちらは、既存の火の形態光の形態闇の形態
に近しい感じで、スキルの内容が、まあ、3種のデバフに対応できるというか、操作時間回復力、帰属性の攻撃力が2倍っていうのが5ターンで打てますと。で、覚醒スキル的にも、まあ、似たような感じで超コンボ強化コンボ強化を持ちながら4種キラーで超覚醒でコンボ強化が持てたりしますと。まあ、これに関してはキー水っていう属性が個人的には結構ありがたいかなっていうところで、木染めのキパーを組むにしてもね、全属性必須にしておけば、まあ、それで組んでおけば、たとえ全属性必須のダンジョンが来たとしてもそこに使えたりもするのでっていうところで、76にもできるし、まあいいキャラかなと思います。はい、続きまして超転生アポロンなんですけれども、副属性が火に変わります。で、覚醒スキル的には、バインドあってスキブ2個あって封印2個あって指1秒分のお邪魔の完全耐性の無効貫通2個の光コンボ強化で、スキルの内容が8ターンでダブルドロップ変換で光で8ターン目覚めがついているというキャラクターなんですけれども、リーダースキルがね、光属性の HP 1.5 倍の2コン光の2コンボ以上でダメージ半減で、7コンボ以上で攻撃力15倍の固定100万ダメージ、まあ、これがついてることによって、まあ、羽川の代用って言ってる方もまあいるんですけども、まあ、羽川のめちゃくちゃ強いところはやっぱりスキルだったりもするので、うん、まあ、あくまでも介護官的なリーダースキルかなとは個人的に思うんですけど、まあ、固定追撃も持っててコンボで使いやすいキャラなので、まあ、入手しやすいところで言うとだいぶ優秀なのかなと思います。はい、続きまして超転生リュエルですが、このキャラはとてもいい強化をもらったなと、まあ、いい進化形態をもらったなと思っていて、種属性副属性が木で、木のコンボ強化を2個搭載できる上に超コンボ強化だったりコンボ強化だったりも持っておりますと。まあ、ヨーダとかね、木のコンボ強化持ち、ここ最近のキャラでいるんですけど、まあ、その辺との組み合わせとかもだいぶ優秀なんじゃないでしょうか。2ターンスキルっていうところで、リダチェンも乗っけやすくて、まあ、リダチェンしてそのリーダースキルなんですけど、木の2コンボ以上でダメージ 60% 軽減の、攻撃力17倍。で、木の3コンボ以上で攻撃力 1.5 倍の固定500万ダメージ。60% 軽減持ちながら固定500万持ってるんで、まあ、全然その辺のダンジョンであれば戦えるんじゃないかなと思います。すごい最近のキャラに合ってきたというか、環境に合ってきたというか、普通に使えるんじゃないかなと思います。超覚醒の選択肢も優秀ですね。コンボ強化にしてあげれば超コンボ強化コンボ強化コンボ強化で、あとは無効貫通もいけたり、火のコンボ強化増やせたりもできるんで、まあ、使い方次第ですけれども、選択肢も優秀かなと思います。で、超転生真田なんですけれども、このキャラに関しては火の列強化が3つと無効貫通が2つですと。で、スキルの内容が5ターンでロック解除で水を火に光を回復に、まあ、水を変換してしまうってところでシーウルフだったりセイナとの相性がちょっと悪いところもあるんですけど、このキャラの特徴的なところはリーダースキルですね。5コンボ加算があります。まあ、その5コンボ加算っていうのも、火を6個以上つなげて回復を5個消ししないといけないっていうのがあるんですけど、まあ、5コンボ加算ね、なかなか面白いところではあるのでチェックしておきましょう。そんな感じで本日はモンスター進化情報を見てきましたけれども、次の動画ではモンスター能力調整見ていきたいと思います。ぜひ合わせてチェックしてください。そんな感じで本日は以上です。さよなら。